法暦元年の今日は天才たちがしのぎを削る芸術の都。そこに突然あの男が現れよった。胸の内の嵐を筆を使うて吐き出さんことには苦しゅうて苦しゅうてかな。この絵の奥には描こうとしている正体不明のものがある。変なもんが見えとるな。あなたには描いてもらいたいものはたくさんある。この世の神羅万象、そして仏。わしはいつからあんたに勝ちたい。それまでせいぜい筆を洗って待っといてんか。旅をし本物を見る。これに勝るもんなしや。妙というのは絵も似るもんなんですか。若冲、呼んだら答えなさい。正月時代劇ライジング若冲、天才の覚醒を目撃せよ。